相手が悪かったな。子猫ちゃんたち、これぞ勝利の美酒ってやつだ。
い知れたかな。やれやれ、手こずらせてくれ。子猫ちゃんたち、あれって、どうにか宝箱を引き上げたぞ。間違いない、とうとう見つけた。ことやって遊んでる場合じゃなかった。魔獣がやってくる前に早く中身を確かめない。なんだい君たちは。こんなとこで何遊んでるのよ。相変わらず緊張感ゼロね。あれ、君は。お久しぶりね、ジミーさん。いつだったかルーアンで仕事を受け負ったわよね。うおー、懐かしいな。でところで今日は何しにこんなところへ。あんたの宿泊先から捜索願いが出てるんだよ。で、俺たちが探しに来たってわけだ。そっか、ツァイスから迎えに来てくれたのか。でも残念ながらまだ帰るわけにはいかないよ。実は今まさに世紀の。その宝箱のことかい。ああ、ようやくここまで引き上げたのさ。引き上げたって、もしかして水。まったくすごいところに隠してあったもんだよね。まあ、さすがは大海賊シルマーの宝さ。え、それジミーさんの探してたか。幾枚もの古地図をたどってとうとう見つけたんだからね。ま、なんでもいいが、とにかく早くしてくれ。グズグズしてると魔獣どもに感づかれるぜ。おっと、そうだった。よし、それじゃあ箱を開けるよ。何固まってんのよ。ちょっと待って、これは一体。うわびっくりした。何この音、まさかトラップ。わからねえが嫌な予感がするぜ。予感的中だな。早速来たぞ。うわ、うわ、
来たか。ジミーさん、後ろ。おお、こっちからも来た。何これ。どうやら新しい主のようだな。気をつけろ、来るぜ。しよう、美の神髄を。そうだ、ぼくとしたことが。向かったか。ガシクショ
みんな行くわよ。お店か。
まで行けるわ。まだまだ行けるわ。愛と真心を君たちに。酔いしれたかな。またびっくりさせられたわね。やれやれ、今回もどうにか撃退できた。また襲ってこないうちにさっさ。いや、それじゃあすぐ。いや待て、そいつは俺たちに任せろ。まだ仕掛けがあるかもしれん。それじゃあ私が見てみるわ。怪しくはないわね。これなら平気だと思うけど。よし、回収完了よ。紙切れがどうやら手紙みたいね。何何？分かったから、そんなに焦んないでよ。それに今はとりあえずチャイスに帰るのが先じゃない。あの珍妙な魔獣とまた戦いたいな。そういうことなら。ああ、それでは行くとしよう。うん。まさに間一髪だったわね。もし先に宝箱を開けてたら、あなた今頃きっとペングーの餌になってたはずよ。反省してるんだから、あんまり怖がらせない。別に脅してるわけじゃねえ。今回助かったのだって本当にたまたまなんだからな。そのことを踏まえてせいぜい本気で反省してくれ。とにかく定職について護衛のミラを稼ぐようにするよ。そうきたか。反省してもやっぱり危険なところには行っちゃうのね。そりゃそうだよ。宝探しは男のロマンだからね。今回みたいな発見のためには少々の危険はやむを得ないのさ。ところで今回の発見はどうなったんだい。どうやら状況からして
本物の海賊の宝だったようだが。あっと、そうだったわね。とにかくジミーさんに宝物を返しておかないと。ああ、ありがとう。なんだか夢みたいだよ。でもそれって一体何なのかしらね。残されてた手紙からするとなんだかすごいものらしいけど。確かにそうだね。こんなものを僕も見たことがないよ。おそらくはアーティファクトだろうな。見た感じでは力は失われているようだが。アーティファクト？アーティファクトって古代文明の遺物のことよね。力が残ってなかったとしても結構大変なものなんじゃない？しかるべき機関に持ち込んで調査してもらった方がいいだろう。個人で所有していると何かと厄介事が多いぞ。近辺の研究機関といえば王都にある歴史資料館ね。もしその気があるならこちらから連絡するけど。ぜひお願いするよ。そんな大変な代物ならきちんと保管してほしいからね。そう、では王都までのチケットも合わせて手配させてもらうわね。うおお、ありがとう。サービスがいいね。いいえ、必要経費よ。だってあなた今は無一文でしょ。うお、なんでその方。早速見抜かれてるわね。でもそういうことなら遠慮せずに定期船を使ってよ。正直なところジミーさんが街道を歩くなんて。まあ、チケットは発着場の受付で受け取ってちょうだい。ではボートまで気をつけて。ほんと今日はありがとう。いや、考えてみれば今日これまでにも君には世話になってるわけだし。そうだ、これを受け取ってくれ。僕が愛用したものさ。これから君が。いいの？もらっ。これまでの感謝の印さ。どうぞ納めてくれたまえ。そいじゃあ次は王都で会おう。分かったわ。例の宝珠ちゃんと資料館に届けてね。おお。
お疲れ様。何か依頼を出す。グランセルに向かう遊撃士さん。あ、うん。キリカさんからすでに運賃はもらっ、早速乗船手続きをするか。手続きをしたら船が来るまでここで待った方がいいだろう。もうサイス地方でやり残したこと。よし来た。それじゃあギルドに連絡して他のお仲間も呼んでやるよ。いやあ、エステル君、このオリビエ・レンハイムの独創会にようこそ。何カッコつけてんだか。クローゼもわざわざ付き合ってやることないのに。甲板に出たら演奏してらっしゃったので勝手に聞かせていただきました。とっても素晴らしかったです。お褒めに預かり光栄至極。どうだろう殿下、オートに到着したらぜひとも二人きりで音楽談義などを。ゆいは、ジーク君、これは社交辞令と言ってね。あら、社交辞令なんですか。それはもちろん、好きあらばあの手この手で落とさせていただきますよ。やめたまえジーク君。ごめんなさい、僕が悪うございました。ジークってばちゃんと護衛してるじゃない。ごめんなさいオリビエさん。でも今みたいなのもジークの愛情表現なんで、オリビエさんにじゃれついているんですよ。やれやれ、それは光栄の至り。しかしリベールと同じように殿下のガードはなかなか硬そうだね。相手にもよると思いますけど。
ほんと見境なしなんだから。あんた、オートに着いたらちょっとは控えた方がいいわよ。ユリアさんとかあんまり冗談通じなさそうだし。おお、あの凛々しい人か。ああいうマニッシュで凛とした女性にも憧れてしまうね。機会があればお近づきになりたいものだよ。お、どうしたの？あの、確かにユリアさんにその手の冗談はご法度かもしれません。以前王城のパーティーで酔っ払って私たちに絡んできた男性がいたんですけど、ユリアさん、その方の服を剣で。マッパ？ガクガクブルブル。待たせんなよ、うろうろ散歩してんのかよ。もう、人を野良猫みたいに言わないでよ。じっと待ってるのってなんだか落ち着かないんだもん。お前、ルロックルの訓練場に行ったんだろ。飛行船でも半日はかかるし、さぞ退屈だったんじゃねえか。それが行きも帰りもすぐに寝ちゃったのよね。行きは緊張で寝不足だったし、帰りは訓練で疲れてたし。たく、仕方ねえな。お姉ちゃんらしいかも。でも私も一度は外国に行ってみたいな。そしたらお父さんとお母さんに会いに行けるかもしれないし。あ、そっか、ティータのお父さんとお母さん仕事で外国に行ってるんだっけ。うん、オーグメントの普及してない国に技術指導をしに行っててね。もう2年近く帰ってきてないの。結構長いわね。手紙のやり取りはしてるの？うん、月に一度ね。この前お姉ちゃんたちのことを書いたら返事が返ってきてね。よろしく伝えてくれだって。そっか。ところでティータのご両親ってどんな感じの人たちなの？お母さんはやっぱりティータに？おじいちゃんと取っ組み合いの喧嘩をしちゃうの。取っ組み合いって？あ、別に仲が悪いってわけじゃないんだよ。お父さんはあれも親子の愛情表現だって言ってたから。そっか。それじゃあお父さんはどんな人？物静かでがっしりとした人なの。10年くらい前まで遊撃士をしてたんだって。え、そうなんだ。じいさんから聞いたが、かなりの凄腕だったそうだぜ。怪我で引退してから設計技師に転職したらしい。もちろんアガットさんもですよ。
はあ？待て、なんで俺が。だってアガットさん、おじいちゃんとも仲がいいし、それにアガットさんのこともいろいろ書いたら、ぜひ会いたいって返事に書かれていたんです。マジかよこういうのも年貢の納め時ってやつ。あのダメですか。いや、ダメってことはねえが、まあ仕事でツァイスに寄ったらついでに挨拶させてもらうぜ。エステル、どうした？俺に用か？ううん、特に用事はないんだけど、考え事してたみたいね。ああ、昔のことをちょいとな。それってやっぱり、あのグラサン男のこと？最後に別れてから6年、長いようで短かったと思ってな。そうなんだ。あの男ってジンさんの兄弟子に当たるんだったよね。どんなタイプの武術家だったの？そうだな、一言で言うと天才だった。圧倒的な格闘センスと反射神経、パワーとスピードを合わせ持つ肉体、そして爆発的な気の使い方。どれをとってもずば抜けていた。確かにあの動きはすごかったわ。単純な力と速さで言うならあのロランス少尉以上だったかも。そうかもしれんな。道場にいた頃、俺はあいつの強さに憧れていたものだった。あいつが師匠である龍河先生を手にかけるまでな。自分の先生を。と言ってもお互い納得しての試合でだ。先生は随分前からあいつの心の闇を見抜かれていた。己の圧倒的な力に酔いしれながらさらなる力を貪欲に追い求める。
そんな危うさをたしなめ、ことあるごとに武術の心を解かれた。戦いを通じて精神を高め合う太斗流の活人剣の精神をな。活人剣、なんだかかっこいい響きね。だが結局その精神はバルターには届かなかった。そして奴は見入られるように武術の暗黒面に入り込んでいった。武術が戦いの技術である以上、決して否定できない面の極み。己を鬼と化し、相手の命を刈り取ることだけを目的とした剣。すなわち殺人剣だ。そしてそれを追求するため道場を出奔しようとしたあいつに先生は試合を挑み、死闘の結果命を落とした。俺は試合の見届け人として眺めていることしかできなかった。そんな事情があって俺はずっとバルターの行方を探し続け、それがまさかこのリベールで再会することになろうとは。これも女神の導きかもしれんな。おっと、悪い、つまらねえ昔話を聞かせちまったみてえだな。ありがとう。でもジンさん、あの男を探しているのはお塩様の仇を討つためなの？さっきも言ったようにお互い納得しての試合の結果だ。仇討ちってのは筋が通らねえさ。そっかそうだよね。でもそれじゃあどうしてあの男を探してるの？ああ、確かめたいことがあってな。確かめたいこと？言葉に出しちまうと照れくさいからやめておくぜ。いずれにせよそれを確かめるには お前さんに協力することでせいぜい修行させてもらうさ。そっか、わかった。私もジンさんの足を引っ張らないように頑張るわ。お、お互い精進しようぜ。実はそのパーティー、それさすがに相手の男性は自業自得じゃない。
さすがは王室親衛隊にその人ありと。だが僕の情熱の炎はそのくらいで消えたりはしない。いざとなったらマッパでリュートを奏でて彼女への愛を歌わせてもらおう。想像しちゃったわ。しかし、わざわざ王都に呼ぶってあたり、内密にする必要があるのかもしれねえ。結社の動きも気になるし、しばらくは気が抜けなさそうだぜ。それを可能にする何かの仕掛けがあるってことか。はい、船を空に浮かせる飛翔機関の副作用なんです。この機関が働いている間は重力に反発するフィールドで船全体が覆われるんですけど、そのフィールドが風と慣性の影響も和らげてくれるそうです。アガット、わかる？わかるわけねえだろ。でも飛翔機関を動かすにはたくさんの動力が必要になって、そのために必要なのが高出力の大丸エンジンなの。なるほど、飛行船の性能を決めるのがエンジンって、そういう意味ね。そういや、王家の船に乗せる新型エンジンが完成したらしいな。かなりすごい性能らしいじゃないか。はい、性能表を見ましたけど、今までと断じがいいって感じでした。開発チームと整備班の皆さんが頑張ったおかげだと思います。お疲れ様って感じね。そういえばこの前オートで初めてアルセイユを見たけど、とってもまた見られるかな。
実はそのパーティーの一件をそれ以来さすがに自業自得。さすがはだがいざとなったら、とジンさんの関係は大体分かったんだけど、そこでキリカさんはどう関係してくるわけ？ああ、詳しくは話せないが、一つだけ言えることがある。キリカはな、亡くなった龍河先生の娘だったんだ。今はそれで察してくれ。いずれあいつの口から話を聞くこともあるだろう。さてと、オートに着いたらあんまり遅くなると大使さんに嫌。大使さんって確かメガネをかけたきつそうな女の人だっけ？なんだ、知ってるのか？ちらっと見かけただけ。帝国大使っておじさんと盛大に口論してたわ。相変わらずエレボニア嫌いらしいな。普段は結構余裕のある才女って雰囲気なんだが。へえ、そうなんだ。お待たせしました。まもなく本相談ってのをエルナンから聞いちまおう。そういえば今日は発着場にあの白い船が止まっていないね。確かアルセイユと言ったかな。え、あ、本当だ。確か王家の巡洋艦だったか。どこかに任務で出かけてるんじゃないのか。アルセイユはちょうどレイストン要塞に行っています。そこで完成したばかりの新型エンジンを搭載するそうです。あ、整備長さんたちも攻防戦でレイストン要塞に出かけて。へえ、ってことはあのかっこいい船がさらにパワーアップするのよ。どんな風に変わるか楽しみかも。エンジンは交換するだけだから外装は変わらないと思うけど。でも間違いなく世界最速の船になるはずだよ。皆さん、よく来てくれました。ルーアンとツァイスでの報告書は読ませていただきましたよ。本当にご苦労様でしたね。結社にしてみれば小手調べだとは思うんだけど、仮面男もサングラス男も本気を出してなかったみたいだし。それでも結社が現実に動いていることが分かっただけでも大きな収穫と言えるでしょう。今後は王国軍との協力もスムースにできると思いますよ。で、その軍の相談ってのは一体どういうものなんだ？やっぱり結社関係なのかよ。それなんですが、どうも通信では相談しにくい内容らしいんです。ですから直接軍の担当者が来て。通信では相談しにくい内容か。ひょっとしたら盗聴を警戒しているのかもしれないね。盗聴？その可能性は高いでしょう。動力通信は便利ですが傍受される危険もあります。ギルド間の通信であれば盗聴防止用のスクランブル機能が使えるんですけどね。その盗聴防止の機能は軍との通信には使えないんだ。軍は軍で独自の通信規格を採用しているので通常更新しかできません。
なんだ。どうせだったら同じ企画にしちゃえばいいのに。ま、協力していると言っても一国の軍隊と国際的な民間組織だ。情報保全の独自性は避けられんさ。しかしエルナ、どうやらあんたは軍の相談が何なのか見当がついてるみてえだな。出なけりゃわざわざ俺たちをサイスから呼んだりしねえだろう。おや、見抜かれましたか。これは私の読みですが、どうやら不戦条約に関する話である可能性が高そうですね。不戦条約、それって最近いろいろなところで耳にしてるけど、具体的にはどういう内容の条約なの？女王陛下が提唱されたリベール、エレボニア、カルバードの3カ国間で締結される条約なんです。国家間の対立を武力で解決せず話し合いで解決すると謳っています。え、それじゃあ戦争がなくなるってことなの？いえ、強制力はありませんからなかなか難しそうですけど。それでも抑止力にはなりますし、国民同士の友好的なムードにつながるとおばあさまは考えていらっしゃるようです。そっか。さすがアリシア陛下だ。いい目のつけどころをしてらっしゃる。その不戦条約が来週末にエルベリ宮で締結されます。外国の要人も集まりますし、メディアにも注目されるでしょう。そんな状況で、もしも結社が何かを企んでいるとしたら。確かにシャレになってないわね。結構シビアな話になりそうだ。で、その担当者が来るまで俺たちはここで待てばいいのか？そうですね。約束の時刻まで時間はありますし、自由になさって結構ですが。おや、失礼。こちら遊撃士協会グランセル支部です。はいはい。おお、なるほど、そうですか。うん、確かにそれは困ったことになりましたね。少々お待ちください。もしかして王国軍から？いえ、エルベリ宮からです。なんでも観光客の子供らしき迷子を保護したそうですが、保護者が見つからずに困っているとのことです。あらら、まあ、その子の保護者を見つけてほしいとの要請なんですが、軍の担当者が来るまで時間もありますし、協力していただけませんか？そりゃもちろん、もいいよね。しゃあねえな、とっとと離宮に行くとするか。助かります。ええ、ちょうど手の空いた遊撃士がいたのでそちらに向かわせます。あなたのお名前は？はい、了解しました。それではお待ちください。エルベリ宮に勤めているレイモンドさんという執事がその迷子を預かっているそうです。離宮に着いたら訪ねてみてください。
わかったわ。で、レイモンドさんってどこかで聞いたことある名前ね。あの若い執事じゃないか。離宮解放の時にカウンターの下に隠れていた。そっか、ライアルの友達だっていう。お知り合いならなおさら話は早そうですね。それではよろしくお願いします。
Thank you.
Thank you.